アリステ頼む。インコースまた構えとるわ。インコース厳しいところでサードゴロゲッツー出したいんだろ。インコース甘く来た。よっしゃ、三遊間。ミキア帰ってこれる。ジャンボリミッキー、快速飛ばして、ジャンボリミッキー、快速飛ばして、ジャンボリミッキー、ホームセーフ、ホームセーフ、イエーイ、1対0、おー、1対0、よっしゃー。やったねー、圧勝、圧勝じゃない。あっという間の1対0、電光石火。最高じゃん。ピカチュウの電光石火よりも早いわ。来たー、カリステー。カリステが打てば勝ちますから、このチームは。カリステが打つか打たないか。立浪監督、笑顔こぼれず引き締まった表情。一点取っただけじゃね。ウキウキしない。いいよ。ここの、しっかりとした気の引き締め。カリステタイムリー来た。カミステタイムリー来た。カープキラーだね、カミステ。しゃ、俺、先制点取っちゃった。インコースが甘く来とるところ、しっかりカリステ細川仕留めとるね。し、来た。今、地味に下噛んだわ。行った。下噛んだ。頼むで、ロドリゲス。打ち上げた？どうだ？内野の頭越えて？内野の頭越えて？内野の頭越えて？おー、センター前ヒットー。ラッキー、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 ロドリゲス。ラッキー、ロドリゲス。クリスチャン・ロドリゲス、ラッキー。補填ヒット来たー。巨人戦も補填ヒットだけど、立浪監督5万円通。2対0。よーし。まあ、結果論ですからね。結果オッケー。ナイス。クリちゃん、ロドリゲス、ナイス。2対0。なんとか打ち上げて。内野が前進してた分追いつけなかったな。助かったな。合点承知のすけ。よし、2対0。よっしゃ、セカンドゴロ。よし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 よーい、マダックスドラフォー、マダックスドラフォー、やーい、来たやる側に回ったじゃん。いつもされる側だったのに、やる側に回ったじゃん。99球ギリギリマダックスドラフォー、ギリギリマダックス来たー。マジかよー。ギリギリのギリギリ、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 ハッピーっつって。マジ最高やん。ギリギリのギリギリまで切ったよ。99球。来たー。素晴らしいヒロト。素晴らしいな、ヒロト。いや、素晴らしいわ、ヒロトね。おー、素晴らしい。ドラフォー。ヒロト素晴らしい。これがエースだな。これがエースだわ。This is エース。マジでエースだ。ギリ。ギリ、ギリ、ハッピー。どうも、アトレイハイです。本日もよろしくお願いします。ということで、今日はね、遠征先からお届けするんですけども、ギリ、ハッピーということで、まあね、まずは、ヒロト、ナイスピッチング、もう素晴らしい。マダックスだよ、マダックス。いつもやられる側だったの。パーンって打たれる側がね、今度は、パーンって打つ側になったからね、やっとこっちがね、マシンガン持てたよって、マシンガンかわかりませんけど、マダックスっていうね、銃は聞いたことありませんけど、あっても良さそうな名前ですけどね、マダックスやる側の気持ちっていうのを味わえさせてもらえたヒロトに感謝ですよね。感謝感激。やっぱりヒロトはエースだよ。ね、今日勝った防御率相変わらず0点台だけど、5勝1敗、貯金4つ。貯金4つ作れる。これがエースだよ。やっぱりエースっていろいろな定義があると思いますけど、まあね、雰囲気的にもね、今年のドラゴンズの先発ピッチャーの中では、エースって言われて間違いないと思うんですけど、こうやって数字の成績見ても貯金4つ作ってるっていうのがね、いかにドラゴンズへの貢献度が高いか。で、今季初のチーム内での完封勝利第1号ですからね。まあ、ピッチャーいいって言うけど、ドラゴンズ先発ピッチャー完封勝利してなかったのかって、松葉さんがね、残業で完投ありましたけど、まあ、ヒロトが一番ね、先発陣の若い年齢で完封勝利、まあ、他のピッチャーがしっかりしてくれよって、柳さん、小笠原さんって言いたくなるけど、まあ、ヒロトね、こういうピッチングしてたらね、メジャー行きたいって言ってもね、素直に応援できるなって思いますよね。うん、まあ、誰かとは言わんけど、やっぱり日本で無双して、やることないなってなって、メジャーにね、羽ばたいて行ってほしいなっていうとこありますけども、9回か最後のラストイニングでね、99球でギリギリってね、言ったんですけども、ラスト3人で残り10球ぐらいでいけるかなと思ったけど、155キロ156キロ、9回にまたギア上げて球速が出るっていうのもね、余力残して、まあ球数は少なかったとはいえね、一人で投げ切ったマウンドでね、自分で自己完結したっていうのは素晴らしいなと。しかもライデル・マルティネスね、まあドラゴンズの勝利の中で基本的に勝ってる試合はほとんど投げてるんですよ。 80% ぐらいの割合で、で3点差以内のね、勝利してる時点でね、今回初めてライデルが投げなかった。いかにライデルに頼りきりだったか、ライデルにおんぶに抱っこだったかっていうですけど、初めてライデルのね、補助輪をね、外して、ドラゴンズが勝つことができた。で、こうやってね、ライデルを休ませること、中継ぎね、他のピッチャーも休ませることできれば、先発中継ぎ、お互い助け合いですから、夏場どんどんね、中継ぎドラゴンズ勝ちパにね、すごい疲労溜まってるんで、登板数加算で、こうやって先発が頑張ってくれることによって、相乗効果も生まれていくなっていうところですよ。うん。
まあ、ドラゴンズのね、ヒロト投手にとっては、2点が大きかったね。2点で十分。1点じゃなかったっていうのも大きかったと思います。バンテリンっていう広い球場で、しかも相性のいい広島。ね、これで今日ドラゴンズ勝って7勝3敗ですけど、広島。7勝のうち6勝が完封勝利ですから、いかにドラゴンズの投手陣がね、カープの野手を抑えているかっていう。カープもね、セリーグで言ったら1位のチームですからね。本当に野球って不思議っていうかね、複雑なスポーツですけど、まあ、ドラゴンズね、それで今5位、6位ですから、よくわかんないけどね。まあ、でもドラゴンズがね、カープに勝ってなかったら、カープ独走してたわけですから、まあ今日ね、他球団からしたらドラゴンズ買ってくれてありがとうみたいなねコメントもいただけそうですけども、まあただね、まあこんな素晴らしい勝ち方してね、 100% ね、 100% お祝いで終わりたいんですけども、まあ一つ言わせてもらうとしたらね、3点目の取り方、まあちょっとドラゴンズの攻撃でいかがなものかと、うん、なぜなぜと、うん、なんでだろう、なんでだろう、何がなんでだろうって言いたくなるようなとこありましたね。もう今日マラックスしたから、まあ多分サムネはね、モノクロになってないと思いますけども、言うことははっきり言わせていただきます。だから、勝ち試合なのに、つべこべ言うの嫌だよっていう方はもうここでね、ブラウザバックしてもらえればいいんですけども、まあイニングごとに振り返っていくんですけど、一回の表ね、いきなり秋山選手がね、センター前ヒット打って、まあ、さすがメジャー帰りなんですけど、相手はね、バントしてきて、ここも相手はもう、エースピッチャーの投げ合いですから、トコラ投手と。バントしてきてね、カープもバントしてきたんですけど、結局ね、ヒロト投手はランナー出してもしっかり抑えましたと。で、一回の裏ですよ、一回の裏。ここはね、岡林選手がね、レフトフライ、力のないレフトフライで、まあ、今年目指すんですけど、一番岡林っていうね、なんで一番岡林使うんだって今日コメントもありましたけども、まあね、結構、岡林選手も200打席ぐらい我慢してもね、なかなか打撃の状態上がらないんで、そろそろね、他の選手と見切りつけてもいいのかなと僕も思いますけど、まあ、ブライト、ウカイがね、それでも上がってこないっていうのもね、寂しいですけど。で、その後、田中美希也選手がね、困ったら逆方向っていう、この形があるのは素晴らしいんですよ。で、ワンアウトランナー一塁。で、細川選手がインコースの球が甘くなってね、引っ叩いてチャンス、ワンアウト一塁で、4番のカリステ。今日はね、トコラ投手、序盤特にインコースの球が真ん中に甘く来たんですよ。そこをドラゴンズのクリーンアップが捉えることができた。これは大きな成長かなっていうところで、カリステがね、インコースの球をレフト前タイムリーでね、1点取ったんですよ。いとも簡単に、鮮やかに。こんな簡単に先制点取れるかっていう。いつも初回チャンス作るけど、いつも点が入らないっていうね。いつも盛り上げるけど、結局最後落ちないんかいで終わってたけど、今日は落ちがあったよっていうところで、まあ、この時はね、カリステも輝きまくってたんですけども、その後福永選手がね、643の月2を打つんですよ。月2はもうしょうがないんだけど、明らかに一塁がね、福永選手アウトに見えたんですね、リクエストする前。ただ、立浪監督が出てきてリクエストしたと。まあ、ドラゴンズはね、リクエストが成功しなくて有名なんですけど、その、立浪監督がどうのこうのっていうより、多分ベンチから見て一塁がセーフかアウトかって分かりにくいと思うんですよ。それよりは少なくとも一塁のドノーエコーチが一番分かるわけですよ。近くにいるから。まあ、カメラに抜かれてないんで何とも言えないですけど、ドノーエコーチがリクエストをしてくれって言ってしたならしょうがないですけど、もうあれでね、もし何も言ってなくて、福永選手もしてくれっていうジェスチャーなかったんで、監督がパッと見てね、なんとなくセーフかなと思って、初回でリクエストするっていうのはもったいないかなと。これで1個失ってますから、まあ今日勝ったからいいけど、まあ7回8回でね、リクエストが2個残っとって、使わなきゃいけないからっていう意味で使うならいいですけど、特に初回でこれでね、失ってるっていうのはもったいないし、どの上コーチもね、アウトだと思ったらちゃんとまあしてたら申し訳ないですけど、ベンチに向かってやらなくていいぞと、そういうコーチと監督の連携というのもちゃんとやらなきゃいけないんじゃないかなと思いますね。まあ、ここはちょっと定かじゃないんで何とも言えないですけども、やっぱり試合中での迷いっていうのはなくすべきだと思うんで、もう決めることはしっかりあらかじめ決めて、マニュアルに従ってやれるようにね、迷いっていうのをなるべく隙を生まないようにはね、このリクエストっていうのはちょっとね、もったいないなって正直思いました。で、2回の裏ですよ。ここね、高谷選手がね、インコースの甘い球をね、レフトへのツーベース、引っ張ってツーベース長打、高谷が打てばね、もっとドラゴンズは簡単に勝てますよ。高谷が4番張ってたらもっとドラゴンズ強い世界戦になってますからっていうところで、長打いきなり打って、ここですよ。まず一つ目の問題。まあ、結局ね、タイムリーにはなるんですけど、ロドリゲス選手がタイムリーポテンヒット打って2対0になるんですよ。もちろん結果論ですから、打てばロドリゲス素晴らしい、再編も素晴らしいって、いいのかもしれないですけど、確率からの言った問題でですね、ノーアウトランナー2塁の状態で7番加藤、8番ロドリゲス、9番ピッチャー高橋ヒロト。で、ここで加藤にバントさせるんですよ。ワンアウトランナー3塁作ってロドリゲス、ヒロト。これ、この間の木の卓の場面もそうですけど、まあ、木の卓にもバントさせてるぐらいだから加藤にもバントするのかって思ったら思いますけど、確かに加藤選手も打率が低くて、バッティングがね、良くない選手かもしれないけど、ピッチャーヒロトも確かに打撃はいいよ。でも、ヒロトよりね、野手の加藤拓にかけるのが普通なんじゃないかなと僕は思います。まあ、逆方向加藤拓打つのも上手いからね、進塁打打てるっていうところで、まあ、7番加藤拓にバントさせるのかと、8番ロドリゲスタイムリー打ってくれたからいいけど、ヒットの内容もポテンヒットが多いっていうところで、確率から言ったらね、
7番カトタクに僕は打たせて欲しかったなと。で、8番ロドリゲス、9番ヒロトでしょ。うん、だったら、そんなにヒロトにね、打撃期待できるんだったら、9番ヒロトを打順を上げればいいだけの話ですから、そんなに期待するならね、カトタクのバットよりもヒロトのバットを期待するなら、首脳陣の中でそういう評価なら、ね、コメント欄でもありましたけど、まさにそうだなと思いましたけど、2点で取れたからいいんだけど、やっぱり作戦っていう意味では僕はね、7番、特に2回の裏で、バントさせるっていうのは、7番にバントさせるっていうのはいかがなものかなと思いました。で、3回の裏ね、このワンアウトから細川選手がフォアボール、カリステがヒット、福永選手がヒット、甘い球をことごとくヒットしていくんですけども、高谷がファームに三振、で、その後、角田がサードゴロっていうとこで、まあ、満塁のチャンスでね、点が取れない満塁はピンチ、まあ、これはしょうがないけどね、打てなきゃね、つうとこで。で、5回の表ね、二股選手がツーベース打って、で、センターライナーでね、しっかり二塁ランナーの二股選手が三塁に進塁してるの。まあ、点には繋がらなかったけど、こういう細かいことはちゃんとカーブやってるよっていうのはお伝えしたい。だから首位なんだっていうところもね、相手のね、いいところもね、ありますから。で、5回の裏ですね、力也選手が今度は甘い球引っ張ってね、流すだけじゃなくて引っ張った大きいね。で、細川選手がセンター前、エンドラン仕掛けてね、ここはナイス采配です。エンドランうまく決まってね、1、3塁作ったんです。ただ、1、3塁、ノーアウト1、3塁で、ファーストランナーの細川選手が牽制でアウト。もったいないね、もったいない。まあ、細川選手はすごくドラゴンズに貢献してるからいいですけど、こういうミスだけはね、なくしてほしいなと。特にこれバンテリンだからいいけど、甲子園とかでこういうことやると流れが一気に相手に行くんでね、マジでこういうね、自分からね、自爆行為だけはやめてほしいなと。で、カリステがカーブで三振。で、福永センターライナーっていう、結果的にまた点が入らないっていうね、あれなんですけど、ただね、これ6回の表に行く途中でカリステが交代なんですよ。最初謎采配の方で会ってくれと思ったけど、よくよく見たらベンチにもカリステがいないっていうところで、何かね、怪我があったのかなっていう、もし分かった方いたらコメント欄ですぐさま教えてほしいんですけど、至急ね。カリステね、ベンチにいないってことは何かあったなと。スイングした時は空振りだったんでね、なんか怪我したのか、まあ、重い怪我じゃないといいけど、今のドラゴンズカリステいなくなったらやばいよ。ショートケーキの一応ないみたいなもんだからね。ショートケーキって呼べないよ、それじゃ。ただの生クリームケーキだからさ、困るって。うん、溜まったもんじゃないって。カリステが心配。結局今日勝ったけど、カリステのことで今日の夜眠れないんだけど、どうしてくれんの？うん。で、6回の表ね、カープもね、先頭でフォアボールで秋山選手出るんだけど、エンドラン仕掛けてね、カープも。月がないね。あの、矢野選手も捉えてるんだけど、ショートのライナーでゲッツーになっちゃってね。まあ、カープからすると月がない。で、6回の裏ね、石川選手がね、ライト方向で強い当たり打って、高谷3割超えだよ。高谷どんどんスタメン使ってこうっていうとこで、次またこれ、ノーアウトランナー1塁で、また7番角田くんにバントさせるんですよ。で、ヒロトも球数少ないから代打出せるわけないじゃん。またワンアウトランナー2塁で、8番ロドリース、9番ヒロトに期待するっていう、1番岡林も状態が良くないっていうところ、でまたバントかっていうね。まあ、さっきも再三言ってますけど、7番角田くん打たせてほしいなと。まあ、皆さんの意見もコメント欄で欲しいんですけど、7番角田くんの打撃を期待できるのか、まあ、それとも8番ロドリゲス、9番ヒロト、この3人の序列で、誰が一番打撃期待できるかっていうね、コメント欄欲しいですけど、まあ、確かにロドリゲスはポテンヒット出てますけど、ヒットの内容的にはね、まあ、決して褒められた内容のヒットではないので、もちろん打ってくれるのは、すごくありがたいし、感謝してるのはもちろんなんですけど、まあ、加藤選手がいくら打てないとは言ってもね、7番角田くん打たせないっていうのは僕的にはね、いかがなものかっていうところですね。まあ、結局今日はここだな、勝ったのはいいんだけど、3回の裏といい、6回の裏といい、こう7番角田くんにバントをさせてるっていうのがね、状況は状況なだけに、8番、9番下ってって9番ピッチャーにも大体出せないっていうところで、出せるならいいけど、出せないから今日の展開的に、どうかなっていうふうには思いますね。で、7回の裏はね、岡林選手がやっと逆方向に強いライナー打ってヒット打って、まあ、盗塁仕掛けたけどね、まあ、決まらないと。で、その前にミキアのね、ここでもバントしてるんですけど、バントも決まらないっていうね。まあ、ミキア選手もね、タイプ的に言ったらするかしないかは別として、バントって言われたらできなきゃいけないですから、この選手ができないっていうのも困るんでね、監督がやりたい野球できないんで、いいか悪いかは別として、采配が。選手ができないっていうのもまたこれまた不甲斐ないんだよね。選手ができない監督の采配もあれっていう、二重苦ですから。まあ、お互いね、選手はちゃんと決めなきゃ言われたことはできないといけないっていうところで、ミキア選手もね、バントが下手な選手じゃないですけど、勝ってるからいいけど、こういう一つのミス、さっきの盗塁の牽制手もそうだけど、本当に大きな命取りになるからね、マジで勝ってる時にしっかりね、王を締めてほしいなと思いますね。で、8回の表もね、中村選手がヒット出るんだから、543のゲッツーで抑えると。まあ、ランナー出してもヒロトがバタバタしないっていうのはね、これぞエースですね。で、9回投げ切ると。これ、マラックスね、小熊投手2016年以来らしいですから、小熊投手も懐かしいけどね、アウトロインハイがバリバリ中学生ぐらいかな、ドラゴンズファン暗黒期って言われて応援してましたけど、小熊投手のシュートね、懐かしいけどね、っていうとこで、まあ、今日はね、バンテリンで、まあ、広島の相性の良さもあってね、まあ、ピッチャーヒロトがいれば、1点2点あれば勝てると、そういう試合でしたけど、まあ、このバントの起用といいね、あとカリステの心配といい、まあ、心配つきませんけど、借金これでまた5かな、まあ、本当に5のところうろちょろしてるんで、なんとかね、この相性の良さ生かして、明日はドラゴンズ先発
スピッチャー梅津投手、前回いいピッチングしてくれましたから信用つかむ特有してもらって、相手ピッチャー大瀬良投手いいですけど、カープには相性いいですからね、床田大瀬良森下最強の3本柱4本柱を打ち崩してね、勝っていってほしいなと思います。まあカリステ明日ねスタメンにいることを祈ってますけどねっていうところで、カリステが心配でね、ちょっと最後アウトレハイ顔がうやむやしてますけど、トラッキー映しときますか。トラッキーもね連れてきましたけど遠征先に。はーい、ということで、本日もちょっと最後複雑になっちゃったけど、ご視聴いただきありがとうございました。高評価チャンネル登録コメントメンバーシップ加入お待ちしております。それではまた、まあ、明日か明後日ね、ライブ配信ちょっとお休みするんですけど、まあどちらかぜひ皆さん来てください。またね、良い週末を。 Have a nice day.